最近の Linux はコピペが面倒。なので Mint を言ってます。Mint も Linux なんだけど。メニューからコントロールセンターを選択。マウスとタッチパッドを選択。この二つのボタンをアクティブにします。 これで左右ボタンによる中ボタンのエミュレーションが完成しました。実際に効果を確認してみましょう。コピーしたい文字列をドラッグ。Linux ではこれでクリップボードに格納されます。左右ボタンを同時押しすればペーストが完了。 もちろんホイールマウスがあればスクロールホイールをクリックすれば OK です。品物最高そんなところです。